リンカーン軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は46,735人であり、2000年の42,509人から9.9%増加した。軍庁所在地はラストン市であり、同軍で人口最大の町でもある。リンカーン軍は一軍のみでラストン小都市圏を構成している。 オートリーの通り抜けの家、アラバマ州セルマから移ってきたアブサロムとエリザベス・ノリスのオートリー夫妻が1849年に建設したデュバックにあるリンカーン郡では最古の通り抜け家屋であり、1980年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されたビックスバーグシュリーブポートパシフィック鉄道の古い駅ラストン市中心街にある。 ラストンの設立者、ロバート・エドウィン・ラスが1883年に鉄道会社に土地を売った20世紀後半以降、考古学者たちがルイジアナ州北部で11の遺跡を指定した。低重性農耕社会が発展するずっと以前数千年前の中古期に多数の巨大なマウンドを備えた構造物を先住民が建設していた。ワトソン・ブレイク、フレンチマンズ・ベンド、 およびケーニーのような遺跡では、数世代の狩猟採集民が数百年間にわたって、マウンドを築き、追加していた。リンカーン群にある、ホッチペス遺跡は5200年から4500年前頃のものとされている。そのような発見は、古い人類文化の理解を変えていっている。リンカーン群は、レコンストラクション時代の1871年に、 ルイジアナ衆議会が創設した新軍の一つである。1873年にビエンビル軍、クレーボーン軍、ジャクソン軍、ユニオン軍の一部を合わせて設立され、新しく選挙で選ばれる衆議会議員が共和党との結びつきが強くなるように意図された。古い政治権力の秩序を破壊し、鉄道線の開通を活かすようにする試みだった。軍名は、 アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンにちなんで名付けられた。1934年、ラストンにあるルイジアナ工科大学の歴史家のロバート・ W ・モンディは、テキサス大学オースティン校の修士号を取得するために、ルイジアナ州リンカーン軍の歴史と題する論文を完成した。別のルイジアナ工科大学教員、ロバート・ C ・スナイダーは1962年に、 リンカーン軍図書館の設立を推進した。スナイダーは長年図書館理事長を務めた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は472平方マイルであり、このうち陸地471平方マイル、水域は1平方マイル、以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。リンカーン軍図、リンカーン軍教育委員会が、 地元の公立学校を運営している。軍内ラストン市にはルイジアナ工科大学、グランブリング市にはグランブリング州立大学がある。ありがとうございます。